闇の世界へようこそ。こにゃにゃちは、ミステリー案内人です。今回は3000円の宿にまつわる怖いお話をしましょう。天気がいいから明日海行かない？私は彼氏と1泊2日で海へ行くことにした。もちろんノープランで。とりあえず海ということで、海がある方面へ車を走らせたんだ。あまり人気のない海でサメもいたけど、いっぱい遊んでたらいつの間にか夕方になっていた。そろそろ泊まるところ探さないとね。こんなところに宿なんてあるのか？あったよ。しかもめっちゃ安い。素泊まり3000円だって。マジか。じゃあそこにしよう。宿に着くと、そこは森に囲まれた場所で、部屋の窓にもツタが絡まっていて、いかにも3000円という感じ。きったねえな。まあ安いし我慢するか。いらっしゃい、スタバニアルです。はい、一人3000円ね。そこ奥行ったところが君たちの部屋だから。なんだあのご主人、骸骨みたいだな。私たちは案内された部屋に入る。後から思えば、部屋に入った瞬間、重くて暗い空気が流れていたのが分かっていたんだよね。その部屋はロフト式になっており、下の階はテレビとソファー、ロフトには布団が敷いてあった。さて風呂に入ろうかな。塩でベタベタする。待って、私も入る。ん？どうした？いや、なんか人の気配がしたような。やめてくれよ、ただでさえお化け屋敷みたいなところなんだからさ。それにしてもカビ臭い風呂だったな。虫がうようよしてたし、最低だったね。あ、これ若手芸人の骸骨班だ。最近ハマってるんだよね。どうしたの？あの階段の途中のところ、人が一人入れそうなスペースがあるじゃん。そこがなんとなく気になるんだよね。やめてよ、怖くなってきた。もちろん私たちは霊感なんてない。そろそろ寝よっか。ここ不気味だから、電気つけっぱなしで寝てもいい？いいよ。ちょ、くすぐったい。ほら、肩凝ってるみたいだからマッサージしてあげるよ。彼に一通りマッサージをしてもらって気持ちよくなった私は、一気に眠気が来たけど、階段の方が怖くて眠れなかった。彼も階段の方をチラチラと気にしながらも眠りかけていた。ちょっと待って。このまま彼が寝たら、確実に私が何か体験するんじゃ。そう直感で思った私は彼を叩き起こした。ねえ、ちょっと起きて、怖いの。ああ、わかったよ。特に会話をするわけでもなく、二人でずっと天井を見つめていた。怖い、こんなの朝まで寝てられないよ。今まで感じたことのない続々感と、この部屋には自分たちだけじゃない雰囲気を感じていた。おい、やばいぞここ、出るぞ。え、どうしたの？理由は後で説明するから早く荷物まとめろ。お客さん帰るんですか？返金はできませんよ。一体どうしたっていうの？聞こえなかった？階段の音。一段登ってまた降りて、また登ってを繰り返してたんだ。あと少しで登りきるところで、危なかった。絶対なんかあった。女の人がいたと思う。あの階段の隙間あたりに。
私も怖い雰囲気は分かってたよ。私たちは車の中で過ごし、朝になったら寄り道もせず家に帰った。彼のお母さんには霊感があるからこの出来事を話すと、やっぱりね、女の人いなかった？まあでも大丈夫、ついてきてないから。女の人の正体はわからないけど、もう行き当たりばったりの旅行はゴリゴリ。それ以来、安さに釣られて宿を決めるのはやめることにしたんだ。しかしこの部屋、いつもキャンセルが出るんだよね。お化けでもいるのかな。それ以来、怖がりな骸骨さんは部屋の掃除を AI ロボットに任せることにしたそうです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイナラー。